別公演初嵐、秋の初めに吹く強い風ということで、ちょうど今強い風が吹き始めました。こんな感じのね、強い風のことを初嵐と、日本の美しい季語で言わせていただいております。そしてですね、この春うらら組、春うららかというのは春の過ごしやすい暑くも寒くもない気候のことを言うということでね、そんな願いを込めて春うらら組季語、季語というやつかな。そう、今説明してた。ああ、そうじゃの申し訳ござん。季語、季語じゃん、季語じゃん、季語じゃん、びっくりしたわ今というね、ことで、はい、本日はもうなんかずっといてくださる方もいらっしゃって、流れると思いますので、でもぜひ会場に、ね、行って、いち早く
その日、私、明石公園で公演してるから。そうだな、まあ、明石公園10、25、26だな。はい、我々公演しております。映画捨てて明石撮ったから、みんな来て。来てくださいましたよ。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そしてその10月のな、25、26は、ロハスミーと呼ばれるお祭りもやっておりますよ。そうですね。そうですね。でも、私たちを見に来て。はい、我々を見に来てくださればと。そこ押します、ね。思います、ね。はい、はい、はい。あと、姫路の出場もありますね。そうだな、我々は、10月19。はい。はい、姫路城応援フェスティバルと呼ばれるお祭りの方に参上するお祭りもするので、はいはい、ぜひぜひ会いに来ていただけたらと思います、はい、横川くんの予告忘れたよ。そうだ、まあ、真ん中に入れてあげてください。横川くん明日だの。明日ですね。横川どうな、あ、じゃないですか、大丈夫ですか。明日、はい、明日、明日だけで大丈夫ですか。明日と、10月18日もですね、三宮にあります。あれ、14もありませんでしたか。14もあります。よう知っとるの。本当ですよ。さすがじゃん。今日はあのチラシがね、あるのでぜひぜひライブいっぱいやってます、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、はいはい、そして、合言葉はアーティストを応援するということは CD を買って、グッパーを買ってライブに行くことだ。あー、そうですね。ぜひとも皆様具体的な応援もよろしくお願いします。具体的な応援での、具体的な応援って言うとさ、アロフロワーさんの真似みたいな。アロフロワーさん、そうだ。アロフロワーさん、メガネかけなきゃいけなくなっちゃった。赤いかけときのな。だから、やっぱり、あの、じゃあ、現実的な応援を。行きましょう、我々は。我々は、あの、Twitter、メグロ、Facebook、もう、現在の、リキーを。携帯放題使って、そうじゃな、ネットにこういろいろ歴史を語ってるくせに。いや、もうでも平成の世にも馴染んでいかんとの、いけませぬのでな、この世の中。でも私よりこの400年生き続けてる方の方がやっぱりね、ネットそう、ネット大好きだからの、もう楽しいでたまらんの。全然わかんないです、私は。動画ばっか見とるというな。実は全然わかんないで、動画とアニメばっか見とる。あいつにさ、コメント返しても冷たいんじゃねって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、冷たいんじゃないんです、めんどくさいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで我々はいろんなものを使ってネットのね、世界でもいろいろ宣伝しておりますので、また気になりましたら春うらら組と検索していただければと思っております。あ、我々もですね、実は物販を、あ、そうだそうだ、あるんだよ、手作りの物販をあるんだよ。サイン入りっていうことだけで売り続けるという物販はよかったら見てくださりませ。はい、ありがとうございます。長々と楽しんでいただけ、皆さん楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。ゆうこさんじゃ、この拍手はもしかしてもう一回なんか聞きたい、アンコールというやつかな。え、聞きたいの。アンコールか、アンコール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 、やだ、アンコールちょっとなんかどうする、どうする、どうします、どうする、どうします、どうする、なんか歌いなよ、周りでみんなで歌う、みんなで歌う。あ、何歌いますか。何歌う、サライとか歌って、桜あ、そう、そして持って私が歌ったの。なんか曲、じゃあなんか横川殿にお願いしましょうかな。アンコールカメラで、おおおお、マジで、歌います。あ、実は彼にアコペラやってたんですよ。そうです、そうです、昔はの。え、じゃあハモった方がいい、ハモった方がいい、ハモってハモって、え、絶対おかしくなることに我らハモりまするか。できるかの、ごめんなさい、言っといて、言っといて、ごめんなさい。じゃあちょっと歌っていただきましょうか。歌っていただきましょうかね。いいですか、皆さん、いいだーい。ありがとうございます。何がいいかな、何がいいですか、いい感じのことタイム。何かありますか、なんか歌ってほしい曲など、何か。あんまり知らない。はい、お、お、はい、知ってれば。絆色、絆色って分かんない、ごめんなさい、ちょっとちょっと、あの、私も分からなかった、ごめんなさい。じゃあまあこうやってね、また今度聞きます。なんかこう巡り合いというか、う、出会いをテーマにした曲を、え、愛、え、巡り合い、はい、せっかくね、こうやってみんなここでね、会えたということ、じゃあみんなにも会えましたね。はい、そうですね、皆様とも会えたということ。ちょっとね、あの、音はないんですけれども、アカペラで一曲ね、ワンコーラスだけお送りしようと思います。あの、中島みゆきさんで糸という歌を歌います。ではでは、せっかくなんで真ん中の方に BGM を落としてください。あ、じゃあ、あの、皆さん、あの、この周りを固めて、僕の、ね、メンタルを、メンタルを保護しましょうかな。後ろから刺していいってことですか、これ。違えよ。槍が熱い。あ、みんな、あの、
あ、これこれちょっと南、あの横川殿を囲んで、じゃああれですかね、フルコーラス歌ってくださるってことで、ワンコーラス、ね、耳がおかしいみたいで私